下と嘘をついて結婚。石川啄木の妻節子。明治を代表する日本の歌人といえば石川啄木だが、無計画で浪費癖のある自由奔放すぎる男だった。そんな彼を献身的に支えた女が啄木の妻節子である。節子は明治19年に岩手県の士族の長女として生まれ、家計は裕福で育ちも良かった。可憐な容姿で音楽の才もあった彼女には次々に縁談の話が舞い込んできていたが、節子は啄木に続行惚れ込んでいた。しかし節子の両親は二人の結婚に大反対。そこで節子は彼の子供を妊娠しているのと嘘までついて結婚を強行したのだとか。しかし念願の結婚式でトラブルが発生。啄木は詩集を出版するために東京に行っていたのだが、結婚式の行われる盛岡に戻る途中、友人に会いに行くと言って突如船内で途中下車。結婚式には間に合わず、なんと挙式は啄木不在で執り行われたのである。そんな彼を節子は献身的に支えていたが、龍馬が啄木を襲う。啄木は肺結核になり翌年に亡くなってしまったのだ。節子も啄木の後を追うように28歳の時に結核でこの世を去った。